老男性のおしゃべりモザイク、絶対笑顔でまだまだいっぱい夢見よう。皆さん Be cool。 何それ、合ってる？ Be cool って合ってる？かっこよくなりなさいってこと？あいいね。ビッグ、あ、クワイエットだったらあれじゃない、うん、静かにしろって意味じゃない、うん、ビッグクワイエット、クワイエット、クワイエット。ロー男性の西原明日香です。やりづらいな。皆さん、ロー男性の田中まなみです。待って、こんなまなみの汚いハロー聞いたの初めて。だってさっき作家さんがさ、ハロー1回目に合わせなきゃいけないんですよって言って。私そんな汚くなかったよ今。いや綺麗でしたよね。結構汚かったし、顔も汚かった。まなみ出た、出ちゃって言われた。最近、うん、最近流行ってんの。なんかさ、西ちゃんの中だけでつぼりすぎてさ、別に私何も悪いことしてないのに。なんか別にマナミーが何もやらかしてないのに。そう、お茶美味しいとかって言っただけで。マナミー、なんで？ね、なんで怒られてんの？ひどいよ。流行ってるの。切ないよ。あっちゃんの中で流行ってる。でも今日はね、させないから。あ、本当に？させねえよ。マナミって言わせない。言わせない。もう綺麗な、綺麗に、綺麗なマナミで美しく正しく生きていく。本当に？記憶正しく美しく生きていく。某兵庫県のあそこのように。そう。頑張ります。頑張りましょう。そう、楽しみにしてたの。そうなんです、うん。あのね、第1回から3回のご無沙汰でございます。はい、マナミ2回目の登場です。やったー。はじめまして、よろしくお願いします。はじめましてじゃない、はじめましてじゃない。2度目まして。2度目ましてじゃない。はい。でも、マナミ、今回の出演まで待っている3回の間、うん、どんな気分でしたか？どんな気分？なんかね、でも一言で言うと、寂しかった。かわいそう。マナミでも、なんか寂しかったんだけど、普通に聞いてたら、うん、普通に面白くなっちゃって、うん、ロー男性の皆さん面白いとかってファンになった。そう。で、ロー男性の皆さんが私の話をしてくれてるわけじゃないですか、うんうん、だからすごい電車の中とかで半笑いで、ロー男性の皆さんが私の話をしてくれてるってなって、どこいつ。だから今日ね、すごい緊張してる。なんかそうなの。そう、なんか面白すぎて、あのクオリティを出せるかどうかということ。いやもう私だってもう今日ね、うん、マナミンと一緒にラジオすることができるっていうのを聞いて、うん、もう超嬉しいから。本当に私も嬉しいよ。本当に、うん、だって今までマナミンと2人で、ま、前回もそうだったの、うん、前回そのね、ゆめりんと、うん、あとフライングドッグの佐藤さんも交えて、こう3人でラジオやった時も、うん、なんかそういう組み合わせで一緒にラジオしたことが、ね、そうだね、そうなかったから、うん、なんかいろんなこと組み合わせでこう、うん、じっくりお話しするっていうのが、うんうんうん、なかなかないから、うんうんうん、初めてで嬉しいねみたいな話をしてたんだけど、うん、もうマナミンの初めての相手が私で嬉しいな。何その言い方。マナミの初めての相手が私で嬉しいな。気持ち悪いよ。なんだよ、なんだよ、なんだよ。気持ち悪いよ。友達だろ。そう、でもね、結構ね、話したいことあるんですよ。そう、パレードも始まってるし、そういろんなところ行ってるし、そう、水戸も行ったし、茨城も行ったし、しかもこれが放送される頃にはもうね、宮城も行っております。お、なるほど。まあ、どうする、行ったふりして嘘つく。あー、美味しかったね、牛タン。いいね、そしたら現実になるかもしれないし、ね、誰も突っ込んでくれないし、ふわふわした話しかできないし。そうします。ちょっと、本当にね、はい、今日ね、いろいろね、話すことがあるからね、はい、皆さん、ぜひじっくりじっくり聞いてくださいね。はい、それでは、そろそろ始めましょう。ロー男性のおしゃべりモザイク、スタート。絶対笑顔でまだまだいっぱい夢見よう。それではここで一曲聴いていただきましょう。ハロー金色モザイクのオープニングテーマ曲です。ローダンスで夢色パレード。秘密の穴
ありがとう。綺麗な学びだった、ね、なんでさ、あの、うん、私にこうフライングで木を出そうとするような意地悪をしようとするの。いやもう可愛くって学びがだって緊張してるんだから。そう、なんか緊張してるのが伝わってきて。あ、本当に。そう、一生懸命なんかこうディレクターさんの Q を待とう、うん、待とうとしてる小動物マナミーを目の前にして、だからマナミーこっち見ろよと思って私が Q を出してあげようと思ったの。やだーやだもーマナミーたいなポポなんだこれ、わかんない。というわけでちょっと浮かれちゃってるな私というわけでですね、うん、夢のパレードかかっておりますけど、そうだね、うん、このラジオ聞いてくださってる方はもうなんか、うん、お耳なじみねしてきてるかななんて思いますけれども、うん、そうです。そう、あのアニメジャパンでもね、あ、歌いましたね。ね、そう、なんか MV 撮影した時が、うんうん、遥か昔のことのように思えて、そう、去年の11月とかにね撮って、そうそうそう、そしてマナミンの誕生日を祝ったと、うん、応援されました。いや、びっくりしたわ。え、びっくりしたけど祝われるかなって半分思いつつ、思ってたんだだってさ、23日だったから、うん、私お誕生日21日なんですよ。そうだね、11月の、うん、で、あ、お祝いされるならこのタイミングかなマナミ考えるんじゃない、感じろ。そこは調子に乗らせてそうだよね、そうそうそう、21日の本当の誕生日過ぎてもみんななんか LINE でおめでとうって送るぐらいだったもんねそうそうそう、そう、うん、でも、うん、なんかもっとびっくりしたのが、はいはい、なんかまあそこでね MV 収録の時にお祝いされたのもびっくりしたんだけど、はいはい、あのこのラジオの初回を収録した時にさ、うん、みんなが、うん、遅れてごめんねって言ってあのメッセージブックをさ、あ、プレゼントしてくれたじゃん。そう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 、あの時がもっとびっくりした。あ、本当にそう、どうしてもね、うん、タイミングが間に合わなくて、いやいや、ま、嬉しいよ。そうそう、だってあの日、うん、お誕生日の時もね、うん、LINE でおめでとうって言ってくれたから、うん、そうそうそう、いやもう大事にしてね、毎日机に飾ってる。あ、本当、本当に。あ、でも私ももらったやつはね、うん、棚に飾ってる。おお綺麗なローダンスいかがですか、うん、いやそんな話で終わっちゃうはい、ということでお聴きいただいた曲はローダンスで夢色パレードでした。ですね、こっからメール紹介なんですけれども、はい、はい、まあパパッと紹介していきましょうかね。はい、オッケー、じゃあいきます。ラジオネーム、ラジオネームコメアンさんからいただきました。ありがとう、ありがとう。にしちゃん、まなみん、こんにちは。こんにちは。あ、ハロー、ハロー。これ、これ、あれ、ほんとだ。おい、おい、コメアン、コメアン、あー、ハロー、ハローだよ。けんの、あ、こかいどっちどっちもういいや、進んじゃおう。進んじゃうの、進んじゃうの。まさかのラジオ担当が、はい、シノとアリスの2人とは、運命を感じますね。うん、さて、ユミタさんの一言ブログで拝見しましたが、はい、マナミンはバレンタインのお返しということで、手作りのクッキーを作られたのですね。お写真も拝見しましたが、すごく可愛らしくて美味しそうでしたよ。うん、このクッキーを作る上でのエピソードなどありましたら、詳しく聞かせてください。あと、ニシちゃん、お味の方はいかがでしたか？美味しかったありがとう。めっちゃ美味しかった。ちなみにクッキーじゃなくてあのパウンドケーキを作ったんですけれども、そう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 、そう、なんかうん、バレンタインの時にね、うん、あのユミちゃんとナオちゃんがチョコをくれたんですよ、うんうん、で嬉しくてありがとうって言ってお返しするねって言って、うん、いつだったかな、ちょっと前にうん、シングルのジャケット撮影をした時に、ね、お返し何がいいって私が聞いたら、うん、なんか勝手に手作りだと勘違いされて、うん、お返し何がいいですってですってとかってマナミンが作ってくれるのみたいななってたね、確かに言われて、うん、で、なんか別にそんなに気にすることないと思うんだけど、うんうんうん、いやどうしよう、手作りか、でもなおちゃんが手作りくれた時嬉しかったな、でも手作り私のもらっても嬉しくないんじゃないかな、気持ち悪いんじゃないかなって思いながらマナミでもローダー生の皆さんに手作り食べてもらいたいなって思って、はいはいはい、夜中にね作りました。ありがとうございます。いやいやいや、そう、バレンタインがあった日が、うん、前日がパレードだったんですよ。はいはいはい。だから前々日の夜中にですね、うん、こう一人でバター練ってました
マナミー。そう、マナミーはね、すごくね、料理ができる子で。だって家にアボカドがあるんだよ。そこで。ねねね、家に調理前のアボカドがあるんだよ。その判断おかしいですよね。だって私、実家にもなかったよ、アボカドなんて。そんなおしゃれ食材。でも私も東京に来てから初めてアボカド食べた。本当に？うん。もうなんか何か分かんなかった。何この黒いの？何これマナミ？え？何これとかって言ったら。ニシちゃんとユミちゃんがうちに来た時にまさかの二人とも。そう。なんかアボカドって買った時硬かったりとかするから、冷蔵庫に入れたらちょっと柔らかくならないなと思って冷蔵庫の上にこう置いてたら、うんうん、なんかニシちゃんとかがすごい怯えた感じで。そう。マナミ何この爆弾みたいなの？マナミこどこで買ったの？爆弾。アボカドだよ。そうなの。でもね、味もね、すっごい美味しかった。あ、本当に？中になんかナッツみたいなの入ってたよね。そうそうそう。くるみ的な。あのね、チョコチップと、くるみを入れた、作ったね。でも実はね、バター分離しちゃったの。そんなわかんない。わかんないよ、マナミ。でも愛情を込めて作りました。ありがとうございます。ちなみにですね、ユミリンと、なおちゃんから、バレンタインいただきまして、ホワイトデーにお返しするねっていう話をしたのは、そうだね、マナミンと私とタネちゃんだったんですけれども、ホワイトデーの時に、マナミンが手作りのそのパウンドケーキをお返ししている間、私とタネちゃんは、あっていう顔で、二人で顔を合わせて、忘れたね、忘れた、みたいな顔をして、もらってにゃーそのしれっとマナミンからパウンドケーキもらって。ね、私からはいいけどさ、ユミちゃん、そう、なおちゃんにはさ、もう返しないよ。もらったんだから。いつもさ、ラブをあげてるからね。いいのかな。じゃあ次。じゃあ続きまして、火曜日の猫さんからいただきました。ありがとうございます。ローダン社の皆様、ハロー。こんにちは。はい、これ。ああ、決まった。イベントがいろいろ始まっていますね。はい、私は沖縄県在住なので、残念ながら参加を断念せざるを得なかったのですが。ね、それ。ねえ。一期の時は別の地域でもイベントが行われているそうですが、はい、今回は開催とならなかった県の中で皆さんが行ってみたい場所ってありますか？サーターアンダーギー。イエーイ。やりづらいな。どこでイベントがしたいとか、ローダン線の皆さんで旅行に行ってみたい場所などありましたら教えてください。それでは放送間近でいろいろお忙しいとは思いますが、お体をお大事にお仕事頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。ありがとう。そう、はい、パレードの時にさ、はい、パレードの前だ。そう、年末に、うん、本当にガチで、はい、くじ引きをしたんだよね、パレード開催地を。しました。そう、最初は、皆さんから投票で、うんうんうん、募った上位20件の件を、うんうんうん、こう出して、そこからくじを引いて、そう、本当はその中にね、沖縄県入ってたんだよね。で、入ってたんだね。そう、で、うん、特にやっぱり、沖縄とか北海道とか、うん、南北にみんな行きたいって言ってたんだけど、うんうんうん、残念ながら引けず。引けず、今回は、残念となりました。メンソーレできなかった。メンソーレできなかった。メンソーレって意味知ってる？なんだろう？ようこそって言葉だよ。じゃあ私たちが言う言葉じゃないじゃん。あ、そうなんだ。気づいちゃった。本当だ。そっか。そっか、うん。私たちが言わない言葉なんだね、メンソーレって。ね、沖縄の人じゃないと、だって。そうだね。ついてようこそ、ようこそって言ってるんでしょ。そう。降り立った瞬間から。メンソーレ。そう。そっか、うん、でも、ね、まあ、いろいろ、本当にガチで撮ったやつだから、そうだね。そう、当たったその県には行かせてもらえるんだけれども、うんうんうん、それ以外のね、当たらなかった県とかも、いつか行きたいよね。そうだね。うん。うん、なんか、行きたい場所ありますかって。聞かれるとやっぱね、大抵みんなやっぱりイギリスに ね、ゆかりがあるからイギリス行きたいって言うけど、うん、47都道府県、うん、制覇したいっていう気持ちもある。あ、うん、いけるんじゃない？いけるよね。3期4期行ったらいけるよね。そうだよ。だって1期の時は、うん、東京、大阪、うん、愛知だけだったのが2期でこんなに、うん、なんか広がりましたから。そう、しかも会場もちょっと大きくなっちゃって。そうそうそう、あらまーって、なんだか私たちやだもー。マナミ頑張ろうな、頑張ろうな。いつかはイギリスに、ね、はい、そして、ありがとうございます。続きまして、ラジオネームうらる
さんからいただきました。ありがとう、去年の12月に行われたアニウタ北九州のことなのですが、はあ、西さんが MC の方とのトークで博多弁を話してみようということになり、はあ、話したんですが、はあ、その時になぜかおばあちゃんっぽくなってましたね、はあ、なぜそうなってしまったのでしょうか。気になって去年から夜しか眠れません。よろしくお願いします。バッチリ寝てんじゃねえかよしっかり寝てる。おー、うん、え、なんて言ってたっけ私あの時。なんとかとーみたいな、とっとっとーみたいな、水筒よ、あ、水筒よ、おばあちゃんっぽく言ってたの？水筒よ今のちょっと顔がおばあちゃんっぽくなくしゃってなってまなみなんでおばあちゃんが激励に触れてまにっさんの機嫌損ねたらまなみって言われて、おばあちゃん顔くしゃってなってて、また嫌な気持ちでまなみごめんなさいごめんなさい。でもね、私ね、うん、なんかこの時に、うん、そういうなんか何々人みたいな、なんかそういう話はしたと思うんだけど、うん、なんかね、昔々ね、うん、あの親戚のお友達っていう方が、うん、なんか私ね、あのなんていうの、親戚で集まるいとこ会っていうのがあるのね、年に1回。へー、素敵。ちょなんか超でっかいなんか宴会場みたいなところ、錦の聖地みたいな感じ、ね、そうそうそうみんなでなんかお酒飲んでウェイってなって最後踊るっていう、うん、踊るだけど愉快なご家族だね。そうなんかその時に、うん、なんかその親戚の友達がついてきて、その友達がなんか九州出身の人で、うん、でなんか九州弁喋ってってちっちゃい頃の私言ったら、うん、なんかこの席トットトっていうのがあるみたいな言われた。可愛いよね博多弁。トットトトットそうトットルトみたいな、そういうことでしょ、うん、なんかさ、なんかマナミみたいなさ、え、可愛い子がさ、うん、なんか言ったらさ、なんかとっとよみたいな感じになるよね。とっとちょっとよ、ちょっとアリスでこの席とっとっとって聞いて。この席とっとっと、とっとっと、とっとっとよ、とっとってなる。でもね、広島弁もね、ちょっと似たようなやつあるんですよ。そうなの？なんかね、ここにおいでっていうのをね、うん、ここっていうの。なんか今、このニワトリいませんでしたうちだけかな。なんかね、猫とかに、うんうん、なんか、あー、おいでおいでおいでっていうの、あー、ここっていうの、あなたの猫になりたい何するよ。ちょっと私猫になるみたいな。え、猫になるの大きい猫、ね、あ、ね、猫だ、猫、ここ怖い気持ち悪いよでも別に博多弁っておばあちゃんっぽくないのに、なんでおばあちゃんっぽくないの？なんでだろうね、謎だね。うん、でもまあ、うん、大丈夫って、うららさん夜は寝てる。あ、夜寝てるから問題なかった。うん、うん、うん。じゃあもういいや。はい、いいや。うん。じゃあね、もうね、あのね、メールをね、うん、読んでる場合じゃないの。うん。あのね、違う、今日いっぱいね、喋りたいことがいっぱいあるの。西ちゃんがね、カンペ用のね、メモした紙を持ってるんですけどね。そう、もうすごい書いてある。私もうね、マナミンのね、うん、面白いキャラクターをみんなに知ってほしくて。いやでもなんか、うん、最近ね、特になんかパレードとか、うん、イベントとかがたくさんあって会ってるから、なんか積もりに積もった面白いエピソードが、うん、誰から行こうどうしようかな。じゃあ、うん、まあ、ね、アニメジャパンでできることかなアニメジャパンでそう、前日にリハーサルをしたんだけど、うん、リハーサルの状態で、うん、なんかその本番でどんな制服着るかみたいな話し合いになった時に、うんうん、なんか最初は普通の制服で行きましょうみたいな話になってたんだけど、うん、そしたらなんかみんなで、うん、だったらなんかちょっと激しい動きをするから、マナミンとかこうぐるっと回るから、うん、その時になんか前列の方にこう大サービスしちゃうことになっちゃうんじゃないかって、こうスカートなんか見えちゃうんじゃないかみたいな話になって、うんうんうん、したらじゃあパニエが入ってるボリュームのあるスカートインしようっていう結論になって、うんうん、衣装になったんだけど、うん、でもマナミンがその時に、うんうん、そうだよね、確かにあのまんまの普通の制服で言ったらごらんなさいって感じになるもんねとかって言われたから、みんなおおってなっててなんだごらんなさいってちょっといいねあ、伝わってなかったんだなんか言い方よ、ね、パンツを、うん、パンツを綺麗な言葉ってなんていうのパンティあんまり考えない分かんない分かんない、なんだろう分かんない、下着かなそう、なんか普通だったらなんかピラーって見えて、うん、あ、見えちゃったとかじゃなくて、うん、もうマナミは上品だから、うん、育ちがいいからご覧なさいって感じになるね違うそれは育ちがいいんじゃなくてあれだよ、勤
モザの、あの、最近公開になった第3弾の PV で、はいはいはい、あの、セリフがね、うん、流れてるんですけど、各キャラの、うん、カレンが、うん、あの、捕まえてごらんなさいですっていうの。はいはい、で、それが、うん、その、捕まえてがなくなって、うん、それの真似をしたつもりだったけど、伝わってなかったんだね。全然伝わってなかった。ナナミンの中のこの、ご覧なさい感を存分に出したのかと思って、びっくりしちゃった。違う、ああ、頑張ろう。ちょっと、声優としても成長したいと思います。いや、でもなんかさ、うん、あの、うん、今そのカレンの真似っていうので、一個思い出したんだけど、うん、ついさっきね、うん、ここのあの、ラジオの、うん、あの、スタジオに入る前に、あの、スタッフさんがね、うん、一緒にこう、あの、移動して来たんだけど、うん、スタッフさんがなんか途中でね、うん、コンビニに寄るけどなんか欲しいもんあるって言われて、うん、で私とマナミいいんですかって言って、うんうんうん、であのカゴになんか夜食みたいな詰めて、ね、好きなもの詰めて、うん、であの奢ってもらったわけですよ、うん、そしたらあの私がね、はい、レジのとこでね、うん、そのスタッフさんにカレンの真似で、うん、ごちそうさまでーすって言ったの、うん、そしたらマナミがそれに続いて人の金で食べる飯はうまいですって言ったの。若干誰も聞いてないかなって思った。だからもうすかさずマナミでそこで西ちゃんが携帯にメモ始めてた。あやばい言われちゃう。言っちゃったそこでその後に結構気そらそうとしたんですよ私なんか、うん、練乳あるよとかって言っていきなりレジのところに置いてセルフの練乳があったからコーヒーに入れられますみたいな。練乳あるよって言ったけど気をそらせなかった。いやでもね気をつけようと思う。なんかなんであのなんでろう お里が知れるっていうのなんかこういうの。いやいやいや違うでもさ西ちゃんもさ、うん、なんかさ、うん、あのキモザでは綺麗な西さんでいなければって言ってるけどさ、うん、でも実際境界線どこか分からなくなってきてるでしょ。おい言うじゃん言うじゃん。まだ綺麗まだ綺麗そう。だから普段からこうちゃんと綺麗にしてないと、はいはい、こう表でも、うん、表でしっかりしようって思ってもこうポロッと出るし出ちゃいますな。そう特にローナー生とかだと裏でこうポロッといったことをこうやって表でこう、うん、だってめっちゃ可愛かったんだもん。いやーもう、あの高い可愛い声でさ。いやーでもいや美味しかったよ、うん、美味しかった美味しかったし、うん、そういうことを言うのはなんかマナミンだからこそ。えダメダメとこある。あのね私が言うなって感じではあるけど、うん、みんな私を甘やかさない方がいいと思う。私知ってるんだから。ない私知ってるの。なんかローダー生のみんななくしては、うん、私はただの失礼な人ですから。知ってるのみんなが優しくてフォローしてくれるからなんかこうあのやっていけるということに。大丈夫だよ感謝してるよ。まなみはずっとそのまんまでいてほしいと思います。いつもありがとう。いやいやこちらこそ本当に、はい、いつも面白いネタをありがとうございます本当に。はいはい、はい、というわけでですね、うん、皆さんからの、メールそしてまなみん情報をご紹介しました。それではここで一曲聴いていただきましょう。ハロー金色モザイクキャラクター CD ミュージックパレット1よりアリスカータレット CV 田中まなみで黄色スノーフレーク。 Waiting for and I find myself Wondering what you think Wanting to make you smile
コーラスどうやって撮ったの？ちょっと気になるの。あーこれね、うん、でもなんか普通にこの今流れている曲を撮って、うん、その後コーラスも撮らせていただくっていうのを経験して、でそのラララのところと、じゃあもう一オクターブ高くって言われて、ラララとなんかラララみたいなのをこうね、あの何個も何個も重ねてもらって、すごい、なんかちっちゃいアイリスいっぱい用意してくださいって言われて、そうでもシノに当てた曲だからねこれ。そっか、そう、じゃあもうこれ聞く、うん、聞きゅうだってこれ聞きゅうお客ちゃんは、うんうん、自分のことをシノだと思って、あ、そう、うん、聞いてください。なんかね、アリスは、なんだろう、今まで、つばき色マイフレンドっていう曲も歌わせていただいたんですけど、ゆったりめの曲が多くて、そう、なんかいつかね、この曲もライブとかで歌わせていただくと嬉しいなぁなんて思うんですけど、もうね、うん、マナミンのこの曲、うん、歌ってる間だけでいいから、うん、客席行きたい。ダメかな。で、こう胸の前でこう手を組んで聞きたい。うんうん、アリスもう可愛すぎる。もうでもね、一個思い出があって、うん、なんか去年の5月のライブの時に、はいはい、アリスの椿色マイフレンドをね、こう練習しながら鏡の前で歌ってたら、目の端でね、うん、なんか端っこにいるみんなが、うんうん、エア楽器を演奏し始めてじゃああれさ、三拍子だからちょっと珍しくってあ、だからか、楽しくなって私四季振って、うんうんうん、なんかタネちゃんがこう木琴やったりとか、ピアノやったりとか、あったね、そう、すごい、だからそれが気になって笑いそうになっちゃう。じゃあまた次ライブするときはそれやるね、うんうん、じゃあ私死ぬとき多いよ盛り上げてくれるありがとうはい、ということでお聞きいただいたのはアリス・カートレット CV 田中まなみで黄色スノーフレークでした。この子かつての自分たちの声を聞いてちょっと戦慄してしまった。どうしたんだろうね、あれ疲れてたのかな、うんうん、なんかね、うん、冷静な判断力が、そうだね、ちょっとあれだったのかな、なんだろう、そう、でも前も、はい、ユミリンと一緒にラジオやった時も、うん、あ、言ってたね、そういえば言ってたぶり返しちゃったそうそうそう、慣れていただいてね、うん、はい、というわけでですね、うん、ハロー、金色モザイクの放送がいよいよ始まります、うん、今日はですね、いろいろと、どうだな、うん、今日は、うん、カット今日はですね、いろいろと金色モザイクについて、はい、ここまでもちろん、まあいろいろ喋っておりますけども、うん、もっともっとおしゃべりしていきましょう、そう、はい、ということで、うん、喋り足りん、足りんのだよ、そう、なぜかというと、うん、もうね、どうしてもこれだけはねここで話しておかねばならないということがあるんですよ。そう、 そうなの、そう、うん、この前ね、うん、アニメジャパンがありまして、うん、はい、で、2日目の日曜日の時に、ローダンセでね、うん、夢色パレードを披露させてもらって、うん、で、終わった後にね、うん、時間ある人っていうか、うん、あれなの、ユミリン、私、うん、マナミンで、うん、一緒にお昼ご飯を食べに行こうって話。そうなんですよね。うん、それで、うん、なんか食べて、うん、で、それが終わった後に、うん、ユミリンとね、うん、バイバイってして、うん、ユミリンステージあるからね。そうそうそう。うん、で、その後私とマナミンで、うん、今日じゃあ終わったよね、つって、うん。で、この後普通に帰るだけじゃつまんないから、うん、ちょっとヴィーナスフォートルーロしようって言って、うんうんうん、で、パッて見たらね、その時いた場所が2階だったんだけど、うん、1階の下のなんか吹き抜けになっているところを見たら、うんうん、ワンちゃんたちがもういっぱいいたの。そう、びっくりした。そう。うん、で、マナミンワンちゃんがいるって言って、うんうん、嬉しくなって、二人で下に降りて、うん、で、見たら、うん、なんか、犬の気持ち、スプリングフェスタ2015っていうのをやってて。お祭りやってたんだよね、なんか。そうそうそう。うん、なんか、その土日でやってたみたいで、うん、で、その時に、なんか愛犬家の方々がこう、自分の愛犬を連れて、うん、で、なんか、いろんな催し物がやってて、なんか、ワンちゃんのファッションコンテストとか。やってた、やってた。なんか、迷路みたいなのとかあったりね。あったあったあった、うんうん、あとなんか人間と犬に万歩計をつけて、そう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 、競い合うの、そう、うん、なんか30秒間のうちにどれだけ走れるか
みたいなやってたりとかして、うんうんうん、で私たちは別に犬を連れてたわけじゃないけど、うん、でもあのワンちゃんあわよくば触らせていただきたいと思ってね。なんか飼い主さんがすごい優しい方ばっかりで、うん、なんかうちの子にちょっと触らないでくださいみたいな感じかなって思ったら、うんうん、なんかあのあどうぞどうぞみたいな写真もいいですよって言って、うん、なんか兄ちゃんとかね可愛いワンちゃん抱っこさせてもらって写真撮ったりとか、うん、豆柴の豆子ちゃん豆子ちゃんね可愛かったよね豆子ちゃんもう超可愛い。そうでもいろんな犬がいて、うん、その豆柴とか、うん、なんかラブラドールレトリバーとか見たことある犬もいれば、はいはいうん、あの初めて見るね私、うん、ペキニーズっていうすごい、うん、なんかあの可愛い顔の横長のピキョンってなってるピキョンってなってる犬とか、うん、あとシベリアンハスキーがめっちゃいるんだよね。そうシベリアンハスキーが、うん、ここなんか北極かなんかですかって思うぐらいなんかなんとなく犬種でねこう固まってるんですよ。そうグループを組ん で、うん、でシベリアンハスキーはその一角をこう作っててそう大きいから結構ねオーラがあったんですけど、うん、そこに吸い寄せられていって、うん、あーかわいいねかわいいねとかって言ってなでなでさせてもらってたらあのなんかねあのそう最初にね、うん、飼い主さんにこう触ってもいいですか、うん、っていうの聞いてで OK ですよって言われて、はい、よーしよーしって触ってたら、うん、だんだんこう、うん、シベリアンハスキーの、うん、ハスキー子ちゃんも乗ってきてハスキー子ちゃん名前知らないけどでなんか、うん、なでなでってしてたら、うん、私は右手でなでてて、うん、左手をちょっと下の方に置いてたら、うん、あのシベリアンハスキーちゃんがこうくるっと、うん、あの顔を方向転換させた瞬間に、うん、そのハスキーちゃんの、うん、あのよだれが私の左手にパーンってついたので私もともと実家で犬を飼ってるから、うん、別に犬のよだれなんてもう別にどうでもよくって、うん、なんか汚いとも何とも思わなかったんだけど、うんうんうん、あよだれついちゃったどうしようかなみたいな、うんうん、誰も見てないしよ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 しってそのシベリアンハスキーちゃんにつけたのあつけたっていうか戻したの戻したっていうのかなそれエコナスリコついたねーってよしよしってあふわふわだからねってふけるふけると思ってよしよしってしてて、うん、でその時はもうことなきを得たんだけど、うんうんうん、帰りの電車の中で、うん、マナミンが、うん、そういえばさっきニシちゃんシベリアンハスキーのよだれそのまんまシベリアンハスキーになすりつけてたねとかっていきなり電車の中でボソッと言われて知ってたの違う見てたのマナミ見てたその場で言ってよ一応ね一部始終見てたんですよでなんかニッシャの手のひらに結構、うん、あのピチョンところじゃなくてよだれが結構ね本当乗ってたそんななんかねこう、うんあの手のひらに水たまりぐらいな感じで、うん、そんなの結構よだれついてるなっていうのを見てたんですよあそうでも私なんかその時ウエットティッシュとか持ってなかったし、はいはいはい、大丈夫とかって言えないし飼い主さんの前だからさなんかよだれすごいついてるねとか言えなくてそしたら私がしれっとしれしシベリアそうなんかつけたらにしちゃんしれっと今シベリアンハスキーによだれなすりつけたもうなんかいつもね実家にいるチョッピーにね、うん、あの愛犬にねチョッピーいるんだけど、うん、チョッピーに同じことをしてたのだからチョッピーのよだれがペンってついたら、うん、チョッピーちゃんよだれつけてみたいなして、うん、チョッピーに戻してたのやっぱ犬飼いさんあるあるなんだねそうなのそう私にとってはねかなり衝撃だったのなんかあの犬飼ったことないからそのよだれが手にいっぱいつくっていうこともあまりないしそれをその犬に返すっていうのもだからかなりびっくりしてたんだけどねなんかその時私なんかよくあるんだけどって思っても、うん、なんか会話のきっかけをタイミングを逸して、うんうんうん、なんか言えないっていうことがよくあって、うんうんうん、だからその時もえって思ったんだけどその時にしちゃんって思ったんだけど言えなかったのねなんか見てはいけないものを見てしまったみたいなだからなんかもやまでではないけどちょっとポヤンとしたものを胸に抱えてたんだけど帰りの電車でね、うん、にしちゃんにしちゃんの方からなんかさちょっと笑いながら実はさっきねって言って、うん、手のひらをこうパッてやったからあよだれだって実はね見てた知ってたんだ知ってたんだえお互いちょっと恥ずかしいみたいな、ね、そうそうなんか、うん、今更なんか、うん、さっきの話を、うん、なんか蒸し返して実は知ってたみたいな、うん、知ってたんだったらその場で言ってみたいな、うん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 、そういうお互いが恥ずかしい気持ちになって電車の中で二人で赤面してたでもよかった、うん、振ってくれていやいやいや、うん、もうめっちゃ面白かった爆笑しちゃったもんね電車の中で、うん、知ってたんだ
でも優しいよ。私だったら多分ね、よだれがついた瞬間に、うんうん、飼い主さんの目の前だろうが何だろうが、見てよだれいっぱいとかって言って、ニッシャに絶対マナミって言われそうだから。優しいなって。私もじゃあそのよだれマナミにつければよかったな。なんで嫌だよ。よだれついちゃった。マナミ。なんでこすりこすり。アシカ。アシカ。いやー。そう、はい、この放送さ、はい、何でしょう、もう明日か明後日ぐらいから、はいはいはい、1話らしいよ。そうだ、うん、最速だとそうなるのかね。え、早いね。早いね。うん、じゃあもう全国の人に知れ渡っちゃうわけか。うんうん、なんかまあパレードとかではね、もう1話先行上映してますけど、うん、そうだね、ついに全国の皆々様に、はい、うん、金色モザイク、あ、間違えた、うん、はいよ、金色モザイクをお届けする日がやってくる。もうね、あのね、もう1話見てくださった方は知ってると思うんですけど、はいはいはい、うん、あの私、本当にみんなに見て感想を送ってほしい。そうだね、うん、うん、ぜひ、まさかあの子があんな感じになってるとそうだよね。そう、もうね、監督さんとかね、うん、もちろんその他のスタッフさんとかもみんな気合を入れてやってくれてるし、うんうんうん、私たちキャストももちろんそうだけどね、うん、でもなんかいろんなところになんかこう細工が、なあ、そうなんですよ、小細工が、小細工がね。そう、しかもさ、私たちそのお話とかも一話見てるし知ってるんですけど、うんうん、なんか収録した時に、あ、ここ面白いよねってなったとこだけじゃなくて、うんうん、なんか実は栃木にね、うん、パレードに行った時に、うんうん、1回目にあのお客さんと一緒に見させてもらったんですよ。そうそうそう、そう、うん、そしたらその時になんかね、私たちが収録してた時は別に笑い起こらなかったところで、うん、なんかお客さんが笑ってたりとかして、え、ここで、あ、でも確かに面白いみたいな。そこで気づくんだよね。そう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 、面白かったここみたいな、うんうんうん、うん、とかあるので、いろんな発見があるのではないかと思います。はい、はい、ということで、うん、皆様、うん、放送、近々放送されます。はい、ハロー金色モザイク、うん、ぜひご覧になってください。お願いします、お願いします。一緒だったの。そう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 。あのメイクっていうところね。そう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 。メイ
って言われた瞬間、うん、2人でかわいい休憩中のはずなのに、そうあれ乗ってないよねそうそうそういやたまらん、うん、もう発売されてるんですよね、うん、この、ほのかちゃんのコハクイドパンプキン、うん、そうキャラクター CD としては3枚目なんですけど、はい、そう今までキャラクター CD を買ってくださった方々になんとですね、うん、あのなんかついてるんですって、あの紙みたいなチケットみたいなのが、ほいほいほい、でそれをなんかしたら、うん、なんかカレンダーがもらえるんだって、アバートだなそう紙みたいなのをなんかしたらもらえるんだって応募したら、そう応募したらなんかそう3枚買ってくれた方の特典みたいな感じで必ずもらえるってやつですか、抽選になるんですか、あ先着、先着、なるほど、なるほど、なんか今までのジャケットで、うん、原先生のイラスト、うん、そしてアニメイラストと6枚分あるから、うんうん、こうちょうどね立方体になってこう全部まるでサイコロのようにそうこうコロコロコロリンって転がる石のように、そう石のようにな、なんかあった、まなみ何もないよまなみ、うんそんな CD、うん、そう、あの多分月末にはね、うん、イベントもあるだろうし、はい行かれる方楽しんでほしいですね、はい、ぜひ楽しんでください、うん、はい、はい、ということでですね、うん、松原ほのか、うん、CV 諏訪彩香で琥珀色パンプキンでした。プレゼントの当選者を発表いたしましょう。はい、まず1人目、はい、ペン、うん、ジェツさん、おおめでとう、おめでとう、はい、おごそかな当選者発表、はい、そして続きましてはい、ヒータンさん、ヒータンさんおめでとうございます、はい、おめでとうございます、ひらがなのヒータンさんですね、はい、です、はい、そして3人目は、3人目うん、あ、プリオス、これな、なんだっけこれ、アスタリスク、あ、プリオスアスタリスクさんローダンスの端っこにアスタリスクついてるほんとだよなんで忘れちゃうの、いつもなんかね、雪の結晶かと思っちゃうね、うん、ほら、綺麗だろ、お花だからそっかそっか、お花を模してるんだもんね、雪の結晶、変わってきちゃうからコンセプトがほんとだ、プリオスさん、おめでとう、おめでとうございます、はい、うん、というわけでですね、はい、なんか素敵なものが、あ、そう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 、新しいよ、そうなの、あの送りますので、うん、何がもらえるかお楽しみにということで、はい、うん、はい、この番組ではですね、うん、皆さんからのお便りを募集中でございます、はい、ラジオサポーターズクラブのホームページメッセージのところをクリック、ウェブラジオへのお便りからメッセージをお送りください、お待ちしております、はい、もうエンディングですね、うわ早いね、早いね、あっという間だった、あっという間、あのなんかいろいろそう、あの何あ、西ちゃんがエッフェル塔の T シャツを着てきた話とかしてないよまだ、ほんとだよ、うん、そう、あれ栃木だっけ、あれ確か栃木だった、そう、西ちゃんがね、うん、なんかすごい、うん、ドヤ顔で、うん、マナミって言ってなんか T シャツをね、こうバッて見せてきたんですよパーカーの下に着てる、はい、でなんか黒地になんかこう絵が描い、うん、白い絵が描いてある T シャツだったんですけど、マナミって言ってこうパッて見せてきたから、えっと思って見たら、うん、エッフェル塔が描いてあって、あ、うん、エッフェル塔だねって言って、なんならあのパリスとか描いてあったんですよなのになんかエッフェル塔だねって言ったら西ちゃんがはっみたいな感じになって、あ、これフランスだったって言ったの嘘でしょガチなんです、嘘でしょねあのね、しかも前日から勘違いして嘘明日何着てこうかなと思って、うん、あ、エッフェル塔の T シャツあんじゃん、うん、超可愛いしこれ着てこうと思って、うん、え、しかもエッフェル塔だと認識しててさらにパリスって書いてあるのを認識した上で
なんでなんでなんかあの、うん、あのマナミンのすごい薄い反応を見て、うん、なんかあ、うん、エッフェル塔だねって言われた瞬間一期の時に、うん、あのしのぶが言ったエッフェル塔って知ってる？あー、あったね。あれを一瞬で思い出して、うん、あ、フランスだってしまったってなってもうそっからは開き直って、うん、あのアニメイトのね、うん、あのアニメイト水戸店さんでちょっとあのポスターとかをこう渡させてもらったんだけど、うん、その時も、うん、あのカメラマンさんにもうドヤ顔でこうエッフェル塔を見せて指さしてこれこれみたいな感じで写真撮ってもらって写真チェックで OK 回ってきたんだけど、うん、どこにも使われてなかった。そうだよ。しかも行きますよってなってんのにカメラマンさんにこれこれだけは撮っといてくださいなんで使えないのになんでまなみとのせっかくのツーショット自分たちで撮るならまだしもそうだね。プロのカメラマンさんにいいカメラで撮ってもらいましたからね。はい。どっかでこう日の目を見るといいね。そうだね、うん、あの個人のブログとかでねそうだよ、ロナーセのブログにあげようよ。そうだね、うん、ちょっと近々あげたいと思います。はい、はい、いや言い残すことはないかい？あの、うん、また出たいな。あ、そうだよね、うん、確かに。あの、そうなのそうなの、また出たいといえばお当番をね、うん、そうです。次のやつ決めなきゃいけないので、はい、はい、次なんだろう。あ、そっか、最初に人数決めるんだね、うんうんうん、じゃあ引きまーす。イエーイ。あ、お、3人。ほい、増えた増えた。よかったよかった。これでこれでこの隣にある寂しそうに立ってるマイクも報われるよ。あ、そっか、前はここに佐藤さんが座ってたんだね。そうなの。はいはい。そしてじゃあ3人メンバーを発表したいと思います。うん、1人目はお、遠山なおちゃん。なおぼーなおぼーピューイピューイなおぼーなおちゃん。そして2人目は2人目はガサゴソガサゴソガサゴソ、ほい、お、内山由美ちゃん。最後は最後はガサゴソガサゴソ、まだ見に来な、行きます。さあ、田中さんだ。まだ見おめでとう。よかった、やった嬉しい2回連続でなんか嬉しいね。そうだね、うん、確かに私も今回2回連続だったから、うん、あー、何よかった。でも嬉しいけどなんか大丈夫かな、うん、大丈夫だよ。私今までの普通にリスナーとして聞いてて、うん、めっちゃ面白かったから。いや、もう今日も楽しかったよ。かな、大丈夫かな、うん、大丈夫ですよね。面白くなくなってないか。いや、だって、うん、ブースの外見たらなんかゲラゲラ苦笑いしてたよ。苦笑いゲラゲラ苦笑いってどういうこと。ゲラゲラ苦笑いしてたはいというわけで、はい、来週もね、うん、あの存分に楽しんで。そうだね、うん、今日あったことをちゃんと来週の子たちに、うん、言い聞かせるんだぞ。いますいます。先週こんなことがあってね、うん、それでね、あっちゃんがねって言うんだよ話してほしいんだね寂しいんだねよろしくね了解です。はい、はい、ということで、うん、皆様次回もお楽しみに、うん、お相手は同男性の西明日香と田中まなみでした。バイバーイ。